ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させる。アポロオフィシャルポッドキャスト超ブログ思考。はい、こんにちは、アポロです。今日はですね、マーケットインとプロダクトアウトの比率という話をしていきたいと思います。このマーケットインとプロダクトアウト、以前に別のエピソードでお話したことがあるかと思うんですけども、マーケットインというのはお客さんのニーズから逆算して商品を作るのがマーケットインですね。市場が先、マーケットから入ってくるからマーケットインですね。そしてプロダクトアウトというのはプロダクトから先に行く方ですね。商品を作ってそれを求めている人を探しに行くみたいな感じですね。基本的にはマーケットインでやる方がうまくいくというふうに言われています。もちろん市場のニーズがあってそれから逆算して商品を作るわけだから、プロダクトアウトでやってしまうとですね、商品そのものが良かったとしても市場が求めてない可能性があるわけです。なので一般的にはマーケットインで商品とかね、サービスを作っていきましょうというふうに言われているわけですね。で、ブランディングのところでお話したことは思うんですけども、基本的にブランドというのはプロダクトアウトである場合が多いです。例えばルイ・ヴィトンとかアップルとかそういう会社がですね、お客さんに媚びて、お客さんが求めているものは何だろうみたいな感じで商品を作るというよりは、こういうものを作りたいっていうのがあって、それを作って出したらお客さんがそれ欲しいって言ってね、買うっていうことが多いですよね。もちろん全く市場のニーズをね、無視してるわけではないとは思うんですけども、基本的には自分たちがいいと思ったものを作ってそれを出したら売れると。だからブランドというのは基本的にプロダクトアウト型である場合が多いんですね。マーケットインというのはある程度お客さんにこびるというかね、ちょっと表現悪いですけども、合わせに行かないといけないので、なかなかブランド化しづらいわけです。なので、最初はね、やっぱりマーケットインから入るのがいいと思います。いきなりね、無名の状態で誰も自分の商品をね、知らないとかっていう時から、プロダクトアウトを完全にプロダクトアウトにしてしまうと、全然誰も買ってくれないとかねっていう感じになるんで、セオリーとしてはマーケットインから入るのがいいというふうに言われてるんですけど、この比率ですよね、がどの程度の比率がいいのかってことですし、あとこの時代の流れを見てほしいということですね。これからはこの時代の流れを見るっていうのはすごく重要になってきて、例えばインターネット上で情報発信をしている人たちはね、マーケットインが大事なんですよっていうふうに言ってる人が多いと思います。市場が求めているものを作らないと、売れませんよとか稼げませんよっていうふうに言ってる人が多いと思うんですけど、これからはですね、徐々にこの比率が変わってくると思うんですね。今まではマーケットイン中心の商品とかサービスがよく売れていたということなんですけど、これからはその辺も変わってくると思うんですね。というのは、そのマーケットイン型で商品を作ると何が起こるかっていうと、もう同じような商品が他にできてしまうっていうことなんですよね。これが結構大きな問題で、例えばお客さんのニーズが何かねあったとしますよね。でもそのニーズを満たすような商品ってもうすでに世の中にいっぱいできてると思うんですよ。まだ全く満たされてないニーズって少ないし、そういうものを満たすことができる商品っていうのは大手企業だったりとかね、あるいはパイオニアと呼ばれるような人たち、本当に一部のですね、限られた人たちぐらいしかそういうね、新しいニーズを満たすことはできないわけで、基本的に何かね、一つのニーズがあった場合、それを満たそうと思っても、もう それを満たすような類似商品がいくらでもあるわけですよ。だからそこだけに行ってしまうと差別化ができないわけですね。同じような商品になってしまうと、単純にニーズだけ見ていたら。で、じゃあどうすればいいのかっていうと、そのプロダクトアウトの要素を含ませていくってことですね。簡単に言うと、自分の個性とかキャラクターとか強みとかそういうものを出していくってことです。例えば、何でしょうね、副業で稼ぎましょうみたいなものもいっぱいあるわけじゃないですか。例えばじゃあ FX で稼ぎましょうっていうものがあったとして、FX で稼ぎましょうっていう商品っていっぱいあると思うんですよ。
単純にそこのニーズを満たしたいなと思って、自分が商品を作ってももう、ね、数えきれないほどの商品がすでに市場に存在するので、それだけでは自分を選んでもらうことってできないわけですね。他もそうじゃないですか。例えばじゃあ英語が喋れるようになるね、何かメソッドを売りたいと思った場合に、そういうものってもうすでに市場にたくさんありますよね、だから単純にこのプロダクトマーケットイン型でお客さんのニーズを満たしたいっていうだけだと、まあありふれた商品になってしまうわけですよ。もうどこにでもあるような商品、だからお客さんからしても他との違いがよく分かんないわけですよ。何がいいのこの商品はってなってしまうと、まあ選んでもらうのは難しい。そこで差別化しようとすると、まあもう金額で安くするしかないとかね、まあ、要するに価格競争に巻き込まれてしまうみたいなことが起こるわけです。なのでそうならないためにも自分の強みですね、プロダクトアウト型、自分っていう人間を出していく。特にコンテンツに関してはそうですよね。コンテンツっていうのはその自分にの強みとか個性とかそういうものを生かして作るのがコンテンツなわけです。単純に情報をまとめただけのもの、もちろんこれをコンテンツと呼ぶこともあるんですけど、それはまあどっちかというと情報商材に近いというか、その人のオリジナリティみたいなものはいらないと思うんですね。単純に情報をかき集めただけの何か教材とかっていうのはね、オリジナリティみたいなものってないと思うんですよ。でもそこにその自分の個性とかキャラクターとかメッセージとかそういうものを載せることによって、あこれいいなって言って買ってもらうことができるというふうになるわけなんで、今後はですねこの自分を出していく、自分はこういうものが売りたいとかね、これがいいと思うとかね、そういうものをこう増やしていくと、あなんかこの商品他と違うなみたいなふうになるので、お客さんからしてもですね、その違いが分かりやすくなるわけです。そして選んでもらいやすくなるということですね。単純に 100% お客さんに合わせに行くっていうふうになると、もうすでにそういう商品は市場にあふれているので、それだけではですねもう勝ち目がないというか、選んでもらうことはできないので、このプロダクトアウト型、プロダクトアウトの比率を高くしていくと、もちろん完全にマーケットインのね市場を無視してしまうと全く売れない商品になってしまうんで、そこも加味しながらよりその自分っていう人間を出していくっていうのが今後はまあ重要になってくるかなと思います。まあ、この違いをねいかに生み出すのかっていうのが、これからビジネスをやっていく上ですごく重要になってくるので、特に我々のようなコンテンツを売ってるような人、もしくは無形商品を扱ってるような人っていうのは、ここの違いをですねいかに打ち出していくのかっていうのが大きなポイントになってくるので、ぜひこのねプロダクトアウト型の商品を今後は作っていくというような意識を持ってやってもらうといいかなと思います。